皆さんおはようございます、ひなです。今なんと日本に帰ってきてます。昨日着いて今日がね、まあ一応初日っていうことになるんですけど、今日は早速自分のねちょっとメンテナンスをする日にしようと思ってます。この前ハワイに帰省してたんですけど、やっぱり外食もあったしお酒もたくさん飲んだし、すごいハワイも日本も湿気がすごいから結構ね肌の調子もすごく悪くなってて、今日はフェイシャルの予約とあと整体の予約が入ってて、小顔矯正とあと姿勢を直すっていうセットみたいになってるやつをね予約してるので行こうと思います。まだねすごい時間が早いんですけど、朝ごはんがないのでとりあえず近所のスーパーで朝ごはんをね買ってくると思います。はい、今ねお家に帰ってきました。スーパーに行ったついでに朝ごはん以外にも調味料とか買ってきたんですけど、前回日本に来た時買ったの忘れてて2本できちゃいました。オリーブオイルだけじゃなくて塩も2個あるし胡椒も2個あるし、さらに醤油も2個ある。やばくない？やってんな私。これ2025年まで OK、 こっちも2024年まで OK だからとりあえずストックとして置いとこうと思います。前回帰ってきた時、まあ、今年の初めだったんですけど調味料買い揃えた記憶はあったの。だけどこの前日本出る時に全部調味料系なんか湿気たりすると嫌だから冷蔵庫に入れてたんですよ。昨日アパート着いてキッチン見てあれ調味料全部ないみたいな、全部ね冷蔵庫に入れてたことを忘れて買っちゃいました。まあいいや。朝ごはんはこの豆乳ヨーグルトとグラノーラを買ってきました。なんかねすごい暑いせいかあんまり食欲なくて、いやお腹は減ってるんですけどなんかがっつり食べたくなくて、せっかくだから卵かけご飯とか買おうかなって思ったんですけど、なんかね全然そんな食欲が湧かなくて、ちょっと近所のスーパーまで歩いてきたんですけどマジで暑いですね。みんなちゃんと女性とか特にお化粧もしてあんまり肌見せないしっかりした洋服着てみたいな、本当に尊敬します。糖質ハーフのねグラノーラを見つけたので食べてみようと思います。はい、これが今日の朝ごはんで豆乳ヨーグルトとグラノーラです。いただきます。寝不足とかもあって顔のむくみがやばいんですよね。本当に今日の整体楽しみにしてて、なんかアメリカにいるとどのスーパーに行ったら何が買えるっていうのが結構もうすぐわかるんですけど、日本に来るとその感覚が全然なくって、どこで何買ったらいいんだろうみたいな、なんか場所とかもよくわかんないから全部ね検索しなきゃいけなくって、お買い物にはね意外と困ってるんですよね。東京には中学の時まで住んでなかったから自炊する場面もなかったし、食材の買い出しみたいないつも親についてってた感じだから、でしかもなんかその時の食生活と今の食生活って全然違うから何をどこで買ったらいいんだろうみたいな、日本に住んでた方が長いはずなのに、でもやっぱり大人になってから過ごした期間っていうのが明らか少ないから新規開拓してる感じです。遊びの場所とかも全然知らないし、ハワイで1週間弱過ごして日本に来るとやっぱり私の地元っていうのはハワイなんだなって思うんですよね。ぶっちゃけハワイの方が友達も多くて、遊ぶ場所とか飲み屋さんもなんか名前言われたらあそこでみたいな感じでわかるし、やっぱ思春期から大学まで過ごした場所って大きいんだなと思って、今日行くそのフェイシャルと整体の場所はホットペッパーで探して、でも本当にいろんなサロンとかありすぎて探すのっていうか決めるのにめちゃくちゃ時間かかりましたね。はい、ということでとりあえずね出かけようと思います。今ねフェイシャルを終えてきました。めっちゃね肌がトーンアップしてなんかねもちもちやばい、もっとね早く来ればよかったって思うぐらいで、今ねメイクしてないのでちょっとマスクでごまかしてるんですけど、こっから整体にね行こうと思います。まだちょっと時間あるんですけど、本当はね三鷹にあるんですけどこのサロン、私吉祥寺だと思い込んでて
祥寺で降りてマップ見て、徒歩30何分みたいな。でそこで駅間違えたことに気づいて、あのダッシュで三鷹駅まで行ったんですけど、まあ、そんな感じでね、すごいバッタバタでした。もうマジでやってんなって感じ で次の整体のところは吉祥寺なはずなので、吉祥寺にね向かおうと思います。やばい、暑くてマスクしてるんですけど、せっかく今ね毛穴洗浄してきたのにまた毛穴が広がりそうだから、もうこの状態で歩こうかな。すっぴん、日本ですっぴんで歩くのマジで気になるんだけど、はい、まあ、とりあえず整体のとこまで行こうと思います。ソディクイーン吉祥寺店です。お名前を伺いできますか？ありがとうございます。どうぞ。はい、今ね整体を終えてランチをね食べに行こうと思います。はい、今ねご飯を食べ終わりました。なんかグルテンフリーのお店だったんですけど、あのビーガンのメニューもすごい充実しててね、すごい美味しかったです。もうめっちゃお腹減っててペロリとね食べちゃいました。でこっからちょっと買い物をして帰ろうかと思います。はい、今ねお家に帰ってきました。すんごい暑くて、もうほんと汗だくですね。なんか歩いてる時はいいんだけど、駅に着いて立ち止まった瞬間汗がバッて出てきて、汗拭きシートを早速ね買いました。ランチの後にね結構お買い物して、とりあえず今日買ったのはトーンのブースターセラム美容液ですね。これは化粧水の前につけるやつで、化粧水とか、まあ、水分の吸収を良くしてくれるっていうやつですね。今日ねフェイシャル行って毛穴ケアをしてもらったんですけど、結構乾燥してますねって言われて、化粧水の吸い込みがなんかあんまり浸透してくれないなって思ったんですよ。なので、まあ、とりあえずこれをね使ってみようと思います。であとは、コンディショナー家で切らしてたので、このエシークいつも使ってるやつのザ・ガーディアンっていうやつですね。これは結構髪の毛を保護してくれるタイプ のトリートメントで、これと流さないヘアトリートメントも買って、ラ・カスタのヘアエマールジョンですね。あとさっきランチ食べたところでベールグルが売ってたので2つね買いました。さっきねちょっと話したんですけど、ここはグルテンフリーで、このベーグルもねそのお店で作ってるらしくって、その日当日中に食べるか冷凍保存しておけるっていうベーグルですね。こっちが玄米で、こっちがモリンガのベーグルですね。これからピラティスがあるのでまたね着替えて出ようと思うんですけど、どっちか食べていこう。うちねトーストはないんですよね。魚焼き器もあるけど、魚焼き器でこれできるのかな。とりあえずピラティスから帰ってきてからすぐ夜ご飯食べられるようにちょっと準備をして、あと仕事も少ししてからっていうかなって思います。フェイシャル1回行っただけで肌質変わりました。1回でねトーンアップもすごいしたし、肌のその保湿力っていうのも変わったしね、続けたいなって思いました。なんかお化粧ねその後する時間がなくって、そのまんますっぴんのまま整体に行って、そのまんまランチに行ったから、結構ね最後の方恥ずかしくってずっとマスクしてたんですけど、ピラティス行くのにメイクする必要ありますかね。駅とかまですっぴんで歩くのすごい勇気ないんで、ちょっと軽くメイクしていこうかなって思います。
はい、今ね仕事をしていたんですが、ピラティスにそろそろね向かおうと思います。なんかこういうジム部屋で外歩いていいのか分かんなかったのであのこのねスポーツブラの上にオーバーサイズの T シャツ着てます。これはお父さんの勝手にパクったんですけど、今いないからいいやと思ってピラティススタジオに行ってきます。はい、ということでお家に帰ってきました。もうね9時過ぎで、私にしてはすごく遅い夜ご飯になってしまったんですが、さっき作っておいたナスの揚げ浸しとトマトとキュウリのバジルサラダと、こっちがキャベツと人参のスープと、あと納豆ですね。今日は一日ほぼなんかお肉なしな生活になってしまいました。いただきます。本当に最近外食とか多くて、まあお肉もいつも以上に食べてたし、胃がね疲れてるのかなって思って、キャベツたっぷりめなお腹に優しい献立にしました。お肉食べるときは食べるし、やっぱりゼロにするとすごく気を使わないとすぐねバランスとかも崩れやすくなっちゃうし、たまにはね食べるんですけど、こうやってリセットをする日もあってもいいかなって思います。ナスの揚げ浸しもいただきます。昼間っていうか夕方作っておいたからいい感じに出汁が染みてます。はい、ということでこれが日本に来て1日目のセルフケア Vlog でした。いかがだったでしょうか。日本にはあと2週間弱滞在するので、またね動画も撮ると思うので、よろしければぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。